三上奈美のベトナムランポへようこそ。ここ見覚えがありませんか？そう、割とつい最近来たこのヘム、この中に前おいしいと言ったホタテとイカのフーディウムックがあるんですけれど、今日はですねこの手前のフーディウミートを食べにやってきました。それではいっちゃおしんちゃお。三上奈美のベトナムランポ、メニューはこちらにあります。特に値段は書いておりませんが、今回頼んだのは、ね、何も言ってないので多分このフーディウミートのダックビュットになってるんじゃないかなと思います。今回コーとヌック両方頼んでみました。届きました。届くの早い。こちらのトロッとしてるあんみたいなのが乗ってる方がコーですね。これはスープもついてきます。そしてこちらがヌック両方ともフーディウミートです。で、野菜は新鮮な状態で来たんですけれど、ちょっと湯がいてもらおうかなと思います。はっ、湯がかれてきました。というわけでいただきます。じゃあまずはちょっと伸びそうなのでヌックの方からいきたいと思います。もう何も言わずにフーディウミートといったらダックビエットがやってきましたね。まずはスープから。甘みのあるスープ、優しい味、朝にいいね。てかそう、ここね実は何回かチャレンジしに来たんですよ、撮影しようと思って。でも昔やってた頃よりも営業時間がすごい朝だけになっちゃったみたいで、来ると終わってて、で撮影もだから実は2回チャレンジして2回失敗してるんですけど、3度目の正直でようやく取りに来れました。カモン。なんかお茶もなんか赤っぽく見える。なんだかわかんないけどシンプルチャダーでした。麺は風紀、安定の風紀、美味しいです。スタンダードな太さの風紀ですね。で、具材がとにかくいっぱい入ってます。ダックミエットっていうのはまあスペシャルみたいな感じの意味なんですけれど、普通の豚肉だったりちょっと内臓っぽいお肉だったり、エビにうずらにいろいろですね。エビがとにかくいっぱい入ってる。うん、おいしい。フーディウミートだけどなんか割とスタンダードな感じの気がするな、やっぱヌックの方は。このお肉も食べてみます。レバーっぽい感じだけどコリコリしたお肉、どこの部位なんだろうね。なんかよく腰肉みたいな感じで漢字だと書いてあったりするんですけど、多分そんなお肉だと思います。ではお次、ちょ、カニも食べます。そう、カニも結構むき身でいっぱい入ってる。カニは骨があるので小さいお子様などはお気をつけください。まあなんか割と出汁って感じなのかな、うん、おいしい。ではせっかく湯がいてもらったので、こちらのもやしとか春菊とかですね、ちょっと入れて食べようかな。麺と絡めて、おいしい。なんか春菊とかって日本にいた時は天ぷらとかあとすき焼きに入ってたりとかっていうのをたまに見るぐらいで、そんなに身近な野菜って感じじゃなかったですけど、ベトナムだとこういう麺料理ついてきたりとかするので、割となんか日本よりもさらに身近な感じがします。それではこちらもいただきます。まずはちょっとね、このあんがすごいとろっとしているので、このあんと麺をしっかり混ぜたいと思います。結構固まってるから力が必要かもしれない。で、入ってる具材はあのヌックの方と同じですね、はい、混ざったところで。もうこれは全然別の食べ物だ。すごい、なんかあんが絡みついててとろっとしてて、なんか濃厚な感じ。結構これは届いたらすぐ混ぜない。あごめんごめんごめんこれは結構届いたらすぐ混ぜないとあんがまったりしてる感じなので、そうフーティー自体の麺がくっつきやすいかも。
謎パンを置かれた。これ別にサービスなわけじゃなくて、食べたらお金がかかるので、はい、皆様ご注意ください。どのタイミングで。ちょっとなんかあまりにも固まってるので、ちょっとここでスープをかけたいと思います。このスープ自体を飲んでみようかな。白身魚が入っているスープ、このヌックと同じスープですね。これをちょっとだけかけてみます。ではちょっと混ぜやすくなるかも。あ、いい感じになった。あんまかけすぎちゃうとね、またちょっと違う感じになっちゃうので。ほんのり酸味のある感じのこのとろっとしたあんがすごく美味しいですね。なかなか他のお店ではないかも。このなんか結構片栗粉が効いているようなとろみのある麺、そしてそれとあと細かいなんかお肉とかも結構しっかりあんに絡んでいい感じです。この赤っぽいあんはほんのりトマトベースなのかな。強い酸味って感じもないから隠し味的な感じがする、フーティウミートのさ、このヌックスープに入ってる方はさ、ほとんどフーティウ南蛮と変わんない感じはするんですけど、強いて言うならなんかキャベツのなんか千切りみたいなのがちょっとだけ入ってて、それがフーティウミートの独特な感じなのかな。なんだろうね。ラストはコウで、やっぱフーティウミートを味わうんだったらコウの方がよりフーティウミートらしさがあると思います。このあんかけっていうのがなかなか珍しいので、なんかフーティウミートのコウはトマトっていうかトマトケチャップみたいな感じの甘みがある、甘みと酸味がある、そんな感じがしました。では最後スープのお魚をいただいて、この白身魚も癖がなくて食べやすくとても美味しゅうございました。ごちそうさまでした。いや実はね、さっきこのお茶をだいぶこぼすというハプニングもあったりもしましたが、はい、無事美味しくいただけました。というわけで、何度か本当にチャレンジして、もうフーティウミートはなかなか紹介できないなと思って、ただここ以外の店舗を知らなかったので、紹介したけどできないなと思ってたんですが、運よくようやく紹介することができました。ここのお店のオープン時間は朝の6時から1時までとおっしゃっていたのですが、前に11時前ぐらいとかに来た時にもうやってなかったりとかもしたので、売り切れ次第終了の可能性もあるのかな。はい、なので早めの時間に来た方がいいと思います。ちなみに今日は8時過ぎぐらいかにやってきました。たら無事食べることができたので、ぜひ食べたい方は朝早起きして食べに来てみてください。本日も三上奈美のベトナムランプをご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい、また会いましょう。バイバーイ。